レオン師匠の不可釣り堀。レオンさん、こんにちは。はい、こんにちは。ついに待望の新番組、レオン師匠の不可釣り堀がスタートということで、記念すべき第1回です。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ちょっとこの新番組の趣旨を私の方で簡単に説明すると、まあ今までのインクス TV で上げていた、こう、いろいろな釣り方とか、まあ実況動画とか解説みたいなものと少し趣向を変えて、今回のレオン師匠の深釣り堀では、もうちょっと釣りの文化、カルチャーにフォーカスした新番組ということで、この間早速視聴者の方から、はい、レオンさんにどんな釣りの文化について語ってほしいかっていうので質問を募集しまして、はいはい、早速、多分合計で40件ぐらいのすごいかなと思うんですけど、そうなんだ。でまあ第1回ということで、その質問の中からちょっとこれはぴったりなんじゃないかっていうものを選ばせていただきました。はい、ズバリテーマがですね、各匠が考える釣りの魅力とはというのが本日のお題でございます。なるほど、これね、あれですよ、結構難解なテーマだよね。そうです、深淵なテーマです。深淵でもあるし、難解って言ったのがさ、もう例えば答えがこれ絶対一つじゃないんだよね。はいはいはい、絶対の答えは一つではない、うん、なので僕の話し方ってまず結論喋るんだよ普通。はい、いやそれは大丈夫だよ、なぜならっていうふうに喋るんだけど、この質問とこのテーマに関しては結論から言えないので、はい、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、見てる皆さんごめんなさいね。じゃあね、なぜ何回かというと、答えがいくつもあるかって今言ったでしょ。で、はい、いくつもあるかというと、それはその僕自身釣りを始めたのは、はっきり記憶に残ってるのはね、実は4歳の時なんだよね。はいはいはい。パンツも履かずに、いわゆるフリ、いわゆるフルチン、フリチン、フリチンという状態で、川の中で短い竹竿に木綿糸、タコ糸だよ、はい、はいはい。貼り付けて、それでご飯粒刺して、はい。ハゼ釣ってたの。おお。ハゼって言ってもほら、里側にいるハゼだから、吉野堀だとか、秩父タコ。うんうんうん、うん。あの系なんだけどね。うん。で、長寿って、小学校に入って、中学校、高校。うんうんうん。で、もうさらにどんどん進んでいって、自営業をするようになったり、で、30代、40代、50代、60代、今70代ですよ。簡単に分けても、70年生きてると、10年単位でものを考えても、今のテーマに関してはね、もうざっくり考えたって7つぐらい、都度答えが違いますよっていうことがあるね。はい。なので、本当、めんどくさい喋りになるかもしれないけど。うん、まあ、そうね、新番組のテーマに、ある意味ちょっとふさわしいかなということもあるので、はい。ちょっと一生懸命、真面目に。できれば楽しくやっていきたいと思いますので、はい、はい、僕が考えるあるいは僕が思う釣りの魅力、うん、これ、まあ、ざっくり釣りって楽しいからみんなやってるわけじゃない、はい、うん、もういらぬ講釈どけても釣り楽しいよね、だから、うん、もうそれ自体が魅力だって言っちゃえばそれまでで終わっちゃう遊びでもあるんだけど、うんうんうん、非常に釣り人それぞれのね、人生と深く関わるもんだと今の年齢の僕は認識してます。はい、でこれを、まあ、せっかくですからちょっと年代順に追っかけてみましょう、うん、はい、僕は昭和24年生まれですから、終戦が昭和20年なので、まあ、そんな時代背景の中で長崎の、里山で生まれた、各匠少年はですね、さっき言ったような 3,4 歳ぐらいからそのまずはハゼ釣りから覚えて、で小学校に上がる頃は少し腕も立つようになって、腕も立つ大げさだな、まあなんだろうな、少し上のクラスの魚が釣れるようになっていった、ね、それは何かというのは、うんうんうん、例えばマブナだよね。ああなるほど、マブナ、
それから、うぐい、及川、この辺がターゲットだったかな。で、これが2年生、3年生となっていくとね、ステップアップしていくよね、やっぱ釣りって。いろいろ聞きたくなりますもんね。そうそう。なんか僕の記憶の中でね、小学校3年生くらい前の、僕の釣りの中で一番鮮烈に残ってるのは、釣ることの楽しさは当然なんだけど、それ以上のね、もっと大きなテーマだったの。それは何かというと、家族全員の食卓のタンパク源の調達係だった。たかが子供が釣ってくる魚が食卓に上るというレベルじゃなくて、ほぼ毎日の作業です。だって、お米が配給制度だったんだよ。そうですよね。そう。欲しいだけ、お金があってもお米が買えなかった。配給だから。だから、僕らの世代の子供たちはね、欠食児童という言葉があったぐらい。欠食って、わかるかな、久兵衛さん。ちょっと、パッほと言ら。われると、キューベの年齢だと浮かばわかなんい。ない。ね。かける、食べる。食が欠けると書いて欠食なんだ。つまり戦後間もない頃だから、そんなにふんだんにその栄養素取れないわけだよね。お米をはじめね。欠食児童と呼ばれた世代なんだけど、まあそんな中でその田舎に生まれ育った僕たちは何が有利かというとね、そういうものの取り方知ってるわけ、小学生ってすでに。魚だったり何だったりいろいろですね。そうです、そうです。まあ、ハゼから始まってね、ハゼのちょっと大きい、ドンコドンコって言ってたから、詳しい種類は今思うと、あれは何だったんだろう思うんだけど、ドンコのようなものから、マブナ、コイと上がっていくんだけど、中でもね、とりわけその家族に喜ばれた、魚、非常に記憶に残ってるのはね、ナマズ、ウナギ、それからモクズガニ、ここに毛の生えた、それからね、食用ガエル。食用ガエル。冬場はね、あんまり取んなかったけど、夏休みの時はかなり食用ガエル取りに行ったね。で、食用ガエルはね、釣るんだよ。そうなんですか。網で捕まえないわ。へえ。普通に竹竿にタコ糸つけて、その先っぽに隣のじいちゃん。まあ、僕の小説を読んだことある人は 知ってると思うんだけど、源氏。じいちゃんが教えてくれたね、かけ針がついてる。重りがついて、ピュッてかけ針ついてそれを持って行って、池のそばにこう、水辺へ向いてるやつもいれば、こっち向いてるやつもいるわけね。で、できればこっち向いてるやつが効率がいいの。僕の方向いてるやつに、その振り子のように、バーンと振って戻っていった仕掛けで、お尻のとこ、バコーンってこうかけて釣るっていう。これ、ムツゴロウ釣りで検索すると、今でもね、ほぼ同様の仕掛けと釣り方が見れると思う。長崎のね、有明海のムツゴロウを釣る釣り方なんだけど、ピューンと干潟の中で飛ばして、ピャッとこう、水、上にムツゴロウ引っ掛けてくる情報で、いまだにやってる人いると思うよ。伝統療法的な感じになってる感じなんですね。現地は当然長崎のその上富町っていうところなんで、ムツゴロウの取り方知ってるから、それの応用で、食用ガエルを取るってことを、まあ、考案したじいちゃんが、作ってくれた竿を段取りしてくれた道具で、食用ガエル取りに、お尻から切ってる。小学校1年生、2年生からするとね、押さえつけるだけでも大変なぐらい腕力あるんだよ。それでこう、ガーッ捕まえて、で、引っ掛けておったら、で、ここへズダ袋を、ドンゴロスとも呼んでたけど、いろんな、ごっつい袋を用意して、口をこう紐で縛ったんだけど、それへも捕まえた食用ガエルボンボン入れていく。で、うなぎはうなぎで、まあ、いわば、付け縄って言うんだけど、やっぱりタコ糸にうなぎ針つけて、それに、ドバミミズをつけて、朝、小学校に行く前に、10本ぐらいこう、ピュッピュッ川に投げて、根元を草でし、に縛っとくの。で、小学校から帰ったら、まっすぐ家帰って、もうバケツ持って、仕掛けた場所にダーッと行って、
あの頃ね、たくさんいたからね、いい時は10個仕掛けてたら10個うなぎかかるのね。わあ、すごい。で、かかってたら草からほどいて、手繰り寄せて。引き上げて、そのバケツがどんなバケツだったかちょっと忘れちゃったな、入れてさ、そうやって持って帰ったり。という、そのまさしく釣りというより漁だよね。はい。できるだけ毎日家族の食卓がタンパク源でにぎわうようにという、その仕事なんだけど、非常に楽しい仕事であり、魚だけじゃなくて、この中には小鳥なんかもあるあ、なるほど、魚以外にも。わけ。で、小鳥以外のいわゆる動物になると、ウサギなんだよね。ウサギ、これはね、ウサギは幼稚園の時は無理だって、ウサギは3年生の時だった。現地に教えてもらって、ウサギの取り方を。罠作って。この辺の詳しいことを知りたい方は、ウサギおいしいかの山。おいしいじゃなくて、おいしいかの山。レオさんの小説ですね。僕の少年時代を書いた書籍っていうか、小説が Amazon でも見れますので。読んでいただければありがたいんですけど、ウサギから一番大きい獲物はウサギだろうね。で、うまく、というのがね、僕の少年時代のほぼほぼ、その学校から帰ったらやる仕事、日曜日の学校がないお休みの時はもう朝から晩まで獲物取り。これがどうなんだろう。で、転勤するんだけど、筑豊ね。5年、4年生ぐらいかな。でも、中学校で行くまでの僕は、ほぼ全てそうだったね。結構長い期間、もうじゃあ。長い期間、そう。だからね、この時代の段階で、僕が考える釣りの魅力っていうのは、家族の笑顔でした。なるほど。特に父親なんかが、4、5年生になったら、佐賀に行ってた時に、親が、匠、来魚を釣ってきてくれないかっていうね。ライオ。来魚。あの頃はね、台湾道場と呼んでたよ。へえ。台湾道場を釣ってきてくれ。で、わかったっつって友達と一緒に、台湾道場釣りに行って、あ、でも小学校の高学年ぐらいだったら、結構来魚のパワーだとギリギリの量なんだよね。まず、捕まえるまでの時々感と、釣り上げてキャッキャッ、加工した時のもとてつもない喜びと、それを持って帰って、もう嬉しそうに調理して、美味しそうに食べる父親の姿を見るような、あの段階では一番のその釣りがもたらす魅力だったかなって感もうじだよ。趣味ではなく生活の一部ということですもうね。完全に生活、仕事であり生活であり、なおかつ、いくら仕事だ、生活の一部だと言っても、漁とか狩りってのはそもそも魅力的じゃない。すごくね。特に男の子にとっては本能的なにそそられる部分があると思うの。だからやっぱそれが原点かな。で、中学高校ぐらいまでザクッと6年間ぐらい行くと、今度はね、釣りそのものの面白さに目覚めていく。となるとね、漁をやらなくなった。なるほど。釣り竿を介在して、いろんな仕掛けで魚を釣るということの、奥深い楽しみ方がだんだん分かるようになってくるじゃない。中学道具への意識とか、いろんなことが。生。そうなると、魚釣りはやめて、魚釣りだけをするようになった。そこが一個転換期になるわけですね。魚釣りって投網もあるしさ、竹網もあるしさ、流れの中に石を斜めに積んでいって、上流から下ってくる魚がこう、細まって、細い通路を通ったら中がこう、ガバッて広くしてやる。四角い石積んで作ってさ。で、魚が入った頃の口を閉じて、水はよそから逃がして、この溜まってるところの水だけバケツで外に買い出すと、あと手づかみ。これ、貝掘りっていう漁法なんだけどね。あと、竹をたくさん
切ってきて、アユがこうピュ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 登っていくところに矢なっていうのを仕掛けるわけね。うんうんうん、竹の巣の子を落ち込みのところにこう出しとくと、あ、乗っかるんですね。乗っかったアユが飛び出ないようにこう傾斜つけてさ、流れ。はいはいはい。アユこの流れ目がけてピョンコピョンコ来るから、乗っかった最後こっちズルズルっていくじゃん。うんうんうん。こういう矢な漁とかは小学校時代はずっとやってたのね。なるほど。で、それをおそらく中学校に入ってから一切やらなくなって。まあ、ある意味、魚取りはやめて、魚釣りへ一気にこう専念し始めた。まあ、当然、ノベエザオに餌釣りということだよね。で、ここで感じた魅力はもう純粋にその、僕は魚取りをから覚えた少年なので、縦網したり、貝彫りをしたりした方が圧倒的にたくさん取れることは知ってるわけさ。はいはい、効率だけ考える。当たり前だよね。はいはいはい。魚釣りより魚取るのがたくさん取れるんだって。はい。だから、効率だけ考えたら魚取りの方が圧倒的に勝ることは分かってる。なるほど。一個転換期ですね。そう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 。で、当時は当然、そんな高尚なことを考えるわけもないから、今の僕が、当時の僕を振り返って思うのは、あ、釣りの中に存在する非効率性が、実は楽しいんだということに多分目覚めたんだと思う。これが当時の僕が、顕在的には分かってないんだけど、内面的に、惹かれた釣りの魅力の相当大きな部分じゃないですか。これ多分今の時代でも皆さんでも僕だけに限らず皆さんそうなんじゃない、釣りやってる人。そうですね、今の話を伺って浮かんだのがよくアジンガーの方が自虐で言われますけど、スーパーにちっちゃい小アジが売ってるじゃないですか。これが200円とかで売っていて、で昨日自分はこれを釣るために合計10万円を超えるタックルを持って釣ってたのかみたいなことがよくたまにこうネタとしてあるじゃない。でもやっぱそういうことじゃないというか、やっぱ非効率が楽しいんですよね。明らかに非効率が楽しいってことだよね。せっかくの質問なので、釣りの魅力ってレオさんが思う釣りの魅力って何ですかというご質問なので、はい、非効率性にちょっともうちょっと語りたいね。もう語るとね、はい、そもそも魚釣りって昔は釣り竿を使ってなかったんだよね。手釣りだよね。はいはいはい。これは東西問わずどこの国でもそうだよね。アフリカの子供たちって僕が昭和の20年代30年代にやってた釣りそのままやってるよ。なんだと思う？瓶でもいいし、空き缶でもいいし、ここに糸巻いとくの、こうやって。はい。で、こっちの糸、紐の先っぽに針つけるわけ、ね。はい。で、その針に餌つけるじゃん。はい。で、これだけじゃ飛ばないと。うん。で、ここの途中に、新聞紙だの、ちょっとした和紙で、こう、瓦の石こうくるんで。それを結びするんですね。そう、結びつけて。で、こうやって回しといて、こう向けるんだよね。こう置いとかいたのか。こうやって、ピョーン投げると、リールなんだよ、これ、バーって、ね。なるほど、現代のっていう、スピニングリールと同じ。スピニングリールなんだよね。こっちを手で回してるだけで。なるほど。うん。で、竿ないのよ。ああ、そうか、そうか、うん。で、こう、ピクピクっとやってさ、コンコンと魚来たら、よし、って取るから、小学校、こう2年生の僕でもこの60センチ70センチっていうのぼりの大きいなんか平気なんだよ。ところがこれを竹竿でね60、70の鯉をかけてごらん。とってもじゃないけど小1小2の体であれ釣り上げれるような代物じゃないからね。そうですよね、竹竿ですもんね。効率よろしくないよね、1匹で。つけ針を10本20本仕掛けていく。これも竿使わないよね。ああ、そうですね。そうして考えたときに、釣り竿を使う釣りってのは、もう本来元来、
竿を使って釣りをしだしたのは武士なんだよね。ああ、なるほど。で、室町時代って言われてるね、一説は。で、彼ら何のために始めたのかって言ったら、戦がない時の精神修養だっていうふうな解釈もあったね。本当かどうか知んないけど。だから、あえてわざわざ非効率性の低いことをやるわけ。物事に集中するためにね。と言われてるんだけどね。一説としてっていうこ一とです説ね。として。なぜ効率の悪いことをするのかって言ったら、もうまさしくそうだし、これは日本だけじゃなくて、フライフィッシング、ルアーフィッシングのルーツでもある、ね、イギリスやフランスやドイツの貴族が始めたって言われてるし、もう、まさしくそのフライフィッシングの世界は、いまだに貴族性が続いているよね。それそうはで何すかね。というと、キャッチ&リリース。その精神性。で、ヨーロッパにはヨーロッパなりのその漁の方法があったはずですよ。それをせずに、釣竿を持った瞬間から、僕たち釣り人は東西問わず、効率の悪いことを喜びと、面白みとしたんだろうと思うし、それは現代でも変わらないよね。そうですね。だから釣りの魅力っていうことを考えていくと、原点の一つは、まあ食べて美味しいよね、食べるよね、家族みんなが笑顔になるよね、これが魅力の一つ。もう一つは非効率性で、その自分の、考えと技術と結果を楽しむということが一つ。まあとりあえずこの二つ出てくるんですよ、誰でも。そうですね。僕の偉そうな講釈 いなんやかい言やいいかやないと思や。って出てくるじゃん。ところがね、まだまだあるんですよ。一つはね、現実逃避ですよね。釣りの魅力って。例えば、受験勉強でもう一日ね、何時間もて、毎日毎日頑張るじゃん。本気で頑張る人は。僕なんかそんなこと関係なく魚釣りばっかり行ってたんだけど、仮にそうじゃないね、一生懸命お勉強してた人たちは、たまーにそこから逃避するための、安定剤として一つは釣りを求めたはずだよね。で、社会人どうなのっつったら、ほら、お父さんたち職場で大変じゃん。上から押さえつけられ、下から突き上げられ。付き合いだれ。お家帰れば、なんか嫁さんに叱られ。こういうところから、また、なんだろう、元気をどこから得るかっていう一つのそのエッセンスというか栄養源として、もう釣りっていうのは存在するよね。そうですね。僕結構そこ大きいと思ってるんだよね。で、悪い言葉で言えば現実逃避。よく言えば、まあ、栄養補給だったりするんだけリフレッシュ的な。ど。まあ、リクレーションだよね。いわば。で、こういう観点で考えたときに、超過あんま関係ないよね。そうですね。ここがね、超過関係ないよねって、あえて僕が口に出した理由は、釣りって長くやっていけば行くほどね、超過主義じゃなくなる。超過なんか得られなくても、釣りって楽しいんだよね。これね、なかなかすごいことだと思うよ。確かに、久兵衛はまだその域に行けてないかもしれないです。いろんな遊びがあるじゃない、ゴルフだったり、だいたい結果が出ないと悔しいじゃん。これって、まだその、レクレーションだの、遊びだの、趣味だのに対しての、その、なんだろうな、経過過程の途中なんですよ、きっと。ある程度、もしくはある程度上やり込んでいくと、そこの欲は欠けていって、その結果超過が薄くても小さくても、今日は楽しかったな、で帰れるようになるところがたくさんある、その趣味なりスポーツなりの中でもね、珍しいタイプの趣味だと確かに。でしょ？まず行くことが大切だったりしますからね、釣りは。でもさ、釣り人誰しもそうなんだけど、魚釣りが少し上手になると釣りたいよね。そうですね。
たくさん釣りたい、でかいの釣りたいってなるよね。そうするとね、たくさん釣ること、でかいの釣ることに自分がいつの間にか縛られてしまって苦しんでることに気がつかない人もいるから気をつけてね。そうですね。いつの間にか、そういう、ちょっと心当たりがありますね、自分も。そこにとらわれてると、釣りの魅力って何ですかをね、自分で語れなくなる。魅力じゃなくなるじゃん。そうですね。なんか仕事っぽくなっちゃいますかね。評価にとらわれると、必然的にね、他人と比べちゃうんだよ。ああ、なるほど。特にこのご時世で、比べやすいですしね。自分は1匹しか釣れないのに、友達のやつは10匹も釣ってる。で、自分の釣り竿が1万円だった。で、10倍釣ってる友達の竿は5万だった。竿のせいにしたくなるよね。どんどんね、悪循環になっていくんだよね。他人と比べる。超過主義だと、どうしても世間や他人と比べちゃう。今だと SNS ででっかい魚釣った人がドヤーってやってると、ちょっと悔しくって文句の一つも書き込みたくなる。っていうね、悪い流れ作っちゃうかな。だから、釣りの魅力を自分自身で問う相手に対して語る、自分の中で陳思考するっていう時に、いかに早くそこから脱出して、もっと奥の深いその釣りの楽しみ方へ向かって一歩でもいいから先進もうと意識するかしないかで、今やってる日々のね、釣りの楽しみ方がね、大きく僕変わると思うんです。こんな偉そうなこと言ってるけど、実は僕はこれを師匠と先輩に教えられたんですよ。本当に教えられた。かなり厳しい言葉でも教えられたし、優しい言葉でも教えられたし。それがあるから、比較的、なんだろうな、超過主義でなくて、穏やかな釣りを、どれくらい？ここ30年以上は続けられてる気がします。ちなみに、キューベイからの質問で、その、レオンさんがその境地というか、に達したのは大体いつ頃ぐらいからなんですか？もうね、明確に覚えてる話じゃないんだけど、例えばね、僕はメバリングで世に出たアングラでもあるよね。だからめちゃくちゃメバル釣り好きですよねっていうオーラも空気も実績も出してたし、実際メバル釣り好きだったんだけど、僕が業界さんからいろんなとこから声かけられ出したのはちょうど2000年ぐらいですよ。ミレミラのです。23年前ね。2、3年前、メバリングのレオン師匠、レオンを書くということで頑張ることになるんですけど、あの時点ですでにね、すでに僕、シャクメバル興味なかったんですおお、なんと、よ。もうなかっ実た。は。じゃあもう仕事で釣られていた感じですね。そうよ。で、僕、これをね、僕のお弟子君に聞かれたんだよ。師匠、なんでシャクメバル釣らないんですかって弟にも言われ、お弟子君にも言われ、いる場所も釣り方も知ってるでしょって言うから、知ってるけどさ、でかいからいいってもんじゃないわけよ、もうすでにその時の僕の中で。メバルを釣る楽しさってのは、例えばもう僕は瀬戸内、広島県、穏やかで風光明媚な、瀬戸内の静かでお月さんが綺麗で波穏やかな堤防の先端に一人で腰掛けてメバルを一匹ずつ釣る楽しさの方が圧倒的なわけですおお、なるほど。よ。ところがシャクメバル釣ろうとすると山越えて日本海側に行って浜田市、大田市、あの辺に行くと行きさえすれば必ず釣れる場所が何十箇所もあるのは知ってる。でもそれは何度か行って飽きちゃった。なるほど。で、僕が思うメバル釣りの魅力じゃないのよ。だから今、キューベが質問してくれた答えを言うと、多分25年、30年前にはもうそんな状態になってたと思う。なるほど。もうすでにある意味、こう、釣り業界で、プロとして活動する時点でもなってた。だから石で釣りに行かなくなった。ヒラマサもやらなくなった。
要するに大きい魚でなくても小さい魚で同じように楽しめるじゃん。もっとそうで深いすとこね。あるよねっていうのを気がついたのが73だから、30年前とかちょっとそんな頃じゃないかな。40代前半の頃です。先ほど、その釣りの楽しみ方というか、その心構えみたいなものを、レオンさんがすごい師匠から教えてもらったというふうにおっしゃってたんですけど、そのレオンさん自身もその人にその釣りの楽しみを教えるみたいなところっていうのはどう考えられたんですか？僕の釣りの楽しみのうちの一つになっちゃってんだよ。相手に楽しんでもらおうっていうのは当然あるんだけど、それ以上に、こうやると楽しいよ、こうやると面白いよ、こうやるとでっかいの釣れるよ、この道具使うとなんかめちゃくちゃ快適だよ。まあ、僕らの立場だからこそある楽しみ方だよね。で、物を作る側、売る側を、まあ、教えるって言ったらちょっとあれなんですけども、インストラクターのような立場的な僕ら特有な楽しみ方で、これってね、やっぱり楽しいからやってるんだよね。で、これまあ今日のお題のテーマの最後の結論にしますけど、今は僕は釣りそのものして楽しむよりもそっちの方が楽しい。もう釣り行く暇がないぐらい楽しい。まあそれも僕が思う釣りの楽しみの一つであり、なんかラストコースかなっていうところです。まあ、この、新番組自体もなんか、その一環という感じがしますよね。ああ、もちろんそうだね。非常にこういう企画組んでいただいてね、嬉しいですし、今後も楽しみです。じゃあ、視聴者の皆様、とりあえず、今回の新番組第1回は、第1こんな回感ね、じで。いただいてる時間もなんかだいぶオーバーしてるらしいんですけど。初回スペシャルという初こと回スで。ペシャルで。あと、視聴者の皆様、ですね、この動画のコメント欄に、レオン師匠に聞きたいことを、ぜひ、コメントで書いていただければ、私がピックアップして、レオン師匠にぶつけてみたりしますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、僕からよろしくお願いします。ありがとうございましはい、た。またねー。